そばでいいか、ジョニーか。それ今日はね、この魚の中、魚の内臓を使ったなんか激辛料理らしくて、まあタイ南部の激辛料理なんで、まあ今日はね、ちょっとそれ、ちょっとランチでいただきたいと思います。それでは早速いきましょう。コップンか。到着したんですけど、多分ここっぽいですね。クラブフードもやってるみたいなんでね、ちょっと早速中に入っていきたいと思います。行きまーす。はーい。もうすごい。これもいっぱいあるわけだ。おお。ゲンタイプラン。オッケー。これからに。Very hot? Spicy.Is it fish? Ah, fish. これも美味しそうだね。なんかこう魚っぽいのがありますけど。サラダもある。これ翻訳かけて、このお店で一番辛い料理はどれですかっていう。ちょっと翻訳かけていきました。めっちゃな辛いの。This? OK。 1番目はゲンタイプラが辛いって言って、じゃあ2番目どれなんだろう。ちょっと2番目聞いてみようか。 Hey, number 2 spicy, hot food. This spicy. This curry. Way spicy. Gen タイプラ。Gen タイプラ。And number 2. Number 2. Sour curry. Sour curry. Because fresh lemon. OK. One please.Eat here? Eating. Okay. はい、ところで来ました。はい、こちら頼みました。でね、一番これがなんか一番お店で辛いよみたいな店員さん聞いたら、これがゲンタイプラ。はい、これがゲンタイプラですね。で、男性の店員さんにね、2番目に辛いのどれやと聞いたら、ね、これが辛いねんと。はい、もちろんカレーっぽい感じなんですけども、じゃあね、この2つちょっと早速食べていきたいと思います。はい、行きましょう。いただきます。さあ。お手並み拝見ですよ、これね。じゃあまずこっちの2番目に辛い方からいってみようかな。いただきます。このアボカドかな、これなんだろう。いただきます。うん、この肺がすげえ飛ぶな。うん、この緑色のやつはなんかナスっぽい食感がしますね。ちょっと魚も行ってみようか。これ魚、フィッシュ。はい、フィッシュ。うん、ゲンタイプラ。これ視聴者さんにお勧めいただいた魚の内臓系の料理ですね。いただきます。スパイシーだ。うん、なんかさっきのより全然辛いわ。だいたいこれ頼んでだいたい300円ちょっとぐらいだと思うんですけど、いやそう考えたらめっちゃ安いですよね。めっちゃ安いっす。ワンコインランチなんて目じゃないですよこれ。だいたいスパイシーだなこれ。マジで肺うぜんだけど。おい、どっか行け、俺の飯だぞ。うん、なんだこれ、ナスっぽいんだけどねこれ。うん、何これ、何だろう、中のなんか大根おろしみたいな。何これ、なんかすりおろした玉ねぎの味って感じですね。にちょっと唐辛子加えたような、何だろうこれ。
ごちそうさまでした。体に良さそうな感じの味わいだなっていうのはなんか分かりました。俺かしね、あの原タイプラすげえなんか癖あるのかなと思ったら意外に食べやすくていい感じでしたね。食べ美味しかったです。辛さレベルの発表していきましょう。原タイプラの辛さレベル、ジェラのジャン辛さレベル 6.5 です。はい、 6.5 になります。辛いのホットというよりスパイシーって感じですね。魚カレーっていう感じですね。でもう一個の2番目に辛いよって言われてたのこれはまあ大体そうですね、6とか 5.5 ぐらいだと思うんですけど、なんかね酸っぱ辛いということで、いっぱいねコメント来てるんでちょっと、お便り紹介していきたいと思います。はい、ペンネームゴルゴルさん、なんか苦労してんの？白髪すごいねと。白髪じゃねえ